歴代の内閣総理大臣を早口で紹介。36人目は石橋湛山。1、戦前の活動と戦後の政治参加。石橋湛山は戦前、東洋経済新報を通じて日本の植民地政策を一貫して批判し、加工貿易立国論を唱えていた。戦後は日中米ソ平和同盟を主張し、政界で活躍した。また保守合同後の自民党総裁選挙で勝利し、総理総裁となったが、在任2ヶ月弱で病に倒れ、退陣した。2、家族背景と教育。石橋湛山は日蓮宗僧侶の家庭の長男として生まれ、母方の石橋姓を名乗った。3、ジャーナリストとしてのキャリア。早稲田大学卒業後、石橋湛山は毎日新聞社に入社し、ジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせた。4、軍隊での経験。1909年に東京麻布の第一師団歩兵第3連隊に1年志願兵として入営した。当初は社会主義者と誤解され、洋館紙幣の扱いを受けたが、後に上官や将校と良好な関係を築いた。